早速もう出ちゃったしーちゃん、止めた。こんにちは、こんにちは昼間だしさ、ちょうどここ太陽が見えるからすごい漏れるいいね、ここ今のはシャムネコのしーちゃんでした。みんなご飯かな。じゃあ本当はね、下に来たらみんな寝てたんだけど、私が配信する準備したらどんどん起きてきた。あ、かわいいね。よいしょ、はい、乙女たんです。乙女さん抱っこ嫌だね。おはよう。あ、ちょっと舐めてるな、しーちゃん。かわいい。みんな出たかったんかな。今ダーリンと誰だ、うん、コットンちゃんがご飯食べてるのシルクタンがみんなに見せたことあんまないんだよね。こんにちは、こんにちは。そう、タレ耳なのよ。ラテ君の血がうっすらみんな入ってるから、タレ耳の子が多い入り内島家には。あ、すごい晴れた。そこ、キリミちゃんかわいい。バルタン星人のアバターさん、まつりだ、シナモンくん、野々垣さんのアバターさん、ハートたくさんありがとうございますしーちゃんずっと舐めてるね。そう、タレ耳の遺伝子がすごいんですよ。かわいい。しーちゃんってさ、顔がすごい真ん中に寄ってるんですよ、キュッて。だからちょっとね、顔が怖いんだけど。ルナちゃんは向こう行っちゃった。出したかった。みんな何して呼ぼうあー、しーちゃんの肉球がちょっとある。黒い、かわいい。こんにちは、こんにちは。なんかご飯食べてるから出せない。こんにちは、こんにちは。しーちゃん毛づくろい中でした。女の子だよ。かわいいな、みんな。しーちゃんが入内島家の猫の猫たちの中で一番強い子かなそうだよ、一番年齢いってるから余計に。かわいい、ダーニーが来た。そう、全部ね黒いんだよね、色が。ザ・シャム猫かわいい。こんにちは、こんにちは。そう、しーちゃんはね女の子。この子がコットンちゃんかわいい。ハッピーさんはいるよ。なんかね、お父さんの部屋で寝てた寝ちゃいけないのね、あの場所は。すごい毛が舞うね。確かにシャム猫だからしーちゃんなのかな。しーちゃんはお父さんが名前つけたんですよ。しーちゃん嬉しいね、嬉しいね。
よく泣くよしんちゃん。なんか最初はお父さんにすごい慣れない子だったんですよ、しーちゃん。そしたら今はお父さん大好き猫になっちゃって、しつこいぐらい大好きなんだよね、しーちゃん。しーちゃんそうデレデレになった。最初はやばかったのに、ちょっと問題児よね、しーちゃんは。女の子なのにかわいいね、しーちゃん。ハッピーよりよく泣く。そうだよねえ、そうよ。ハッピーたんにはお父さんは嫌われてたけど、しーちゃんは大好き。しーちゃん、そう確かに日本のビブラート。そうしーちゃん、なんて喋ってんかわかんないけど、しーちゃんかわいい。しーちゃんはお目目が青いんですよ。かわいいね、しーちゃん。しーちゃん今泣くね、よく。あ、来る。かわいい、嬉しいな。撮れた写真。なかなか撮れないからさ、なんていくの、シルクおねんね中だったね。なんかそう、ラテくんはあのウニちゃんと一緒なんですよ。まこちゃんの飼ってるウニさんと同じ種類なんですよ。スコティッシュフォールドかな、スコティッシュだよね。そうラテくんはね、あんまり抱っこはできないんですが、一瞬だけ見せる。はい、ラテくん、あ、ごめん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 。そう抱っこがね絶対できないんだよ、ラテくんは。嫌がっちゃうの。見えた？見えた？ラテくん、そう、タメタレ耳かわいいでしょ？自分家で飼ってる猫は特にかわいいよ。みんなかわいい。そう、抱っこはね、できないんだよ。だからあんなにハッピーさんが動かないで抱っこできるのがすごいよね。そう、抱っこ苦手な子もね、いるのよ。小さい頃のウニさん似てる。そう似てると思った、ちっちゃい頃の写真は。家のウサギも抱く。確かにウサギもね結構抱かせてくれない人が多い気がする。かわいいね。乗ってきました、お膝の上に美人さんが。ルナタン、ルナタン、でもフーズみんな見てるよ。ほらルナタもね、前の収録に出てた子だからね、みんな知ってるかな。かわいい。ルナタ、ルナタは本当に美人さんなんですよ。でも心はすごいね、子供なの。一人でわけわかんないくらい遊んでてね、怖いの。ほんとにかわいいの、ルナタン。ほらお膝の上乗ってる。疲れちゃうよ私。かわいいルナタン。かわいい。そう白い手袋してる、おてて。そう膝の上に乗ってくれるのはルナちゃんだけかな。そう人懐っこい、かわいいね。確かに筋トレみたい。でもみんなに見せたいからな。
よいしょ。なんだ、あ、やっちゃった。みんなもうなんか眠らしいです。あ、なんかさ、長毛の子ってすごい毛が本当に長いから毛づくろいするのが精一杯だね、毎回。やっぱこう見るとハッピーさんのカメラ慣れがすごいね、一番安定してる。かわいいね。なんかみんな出てくれない、配信に来てくれない。やっぱいつもと違うってわかるのかな、私が。やっほー、こんばんは。違う、こんにちは。かわいい、かわいい。今この部屋には猫が8匹だけいます。かわいい。やっぱさ、今部屋が暗くないから目の黒目が縦に細いからちょっと怖いよね。目まん丸な時が一番かわいい。なんかやってるのかなと思って、絶対持ってるよ携帯ね、三脚ついた携帯いつも持ってないから。寝るのかな、ここで。かわいい、ほんとに癒しよね、猫ちゃん。かわいい、前の手がかわいい、見えないんだ。 かわいい、大好き。熱くなっちゃった。シルクタンはちょっと寝てるので皆さんにお見せできない、ごめんね。またいつか写真では登場するので、メールで待っててね。すべてが貴族猫。笑った。でもね、雑種っていう子はあんまりいないかな。そうだね、みんな毛が長い。後ろの子寝そう。かわいい。そうじゃん、そう、今この部屋にいる猫たちは野良猫じゃないけど飼えなくなった子たちを引き取った猫だね。あの、飼うっていう方の飼った子は一匹もいないな。かわいい、みんな綺麗だって、ありがとうございます。ハッピーさんと違ってみんなふさふさなの、健康な体なの、羨ましい。あ、そう、今日朝メールで送ったけど、みんなどっちか分かったかな。ちなみにこの子はどっちでしょう、つくしちゃんかコットンちゃん、どっちでしょう。ごめん。どっちでしょう、分かりづらいよね。なんかね、尻尾の根元に茶色い毛があったらつくしちゃんなんですよ。でも今日のメールの写真ではね、そこまで写ってなかったから分かんないよね。そう、でもね、ちょびっと鼻が違うような気がする。みんなこの子は覚えたね。ねえ。しーちゃん、なんかさ、やっぱ私猫と配信するのなんか変だな。ハッピーたんが一番安定してるから。名前覚えてきた、よかった。そう、今のしーちゃんはシャブ猫です。なんかさ、みんな元気が あり余ってる子たちだから触れないじゃん。
ハッピーターそう思うとすごいおとなしいんだな。かわいい。今何時だろう。あ、ちょうどちょうどだ。今で15分経って、今日で505日目。ありがとうございます。確かに猫ちゃん基本自由なイメージ。そう、自由だよね。犬と全然違う。ちゃっちゃく。暑い、すごい暑い。やっぱ配信すると暑いな。猫同士は喧嘩しないの。あのね、お腹空いてる時はね喧嘩してる。食については怖いからね。ちなみにちいちゃんっているちいちゃんいないな。昼休み終わってた。嘘、ごめんね、一瞬で終わっちゃう。そんなに長く配信は今やらないかな。でも夜配信はねやらない。今日で、今日はこの配信で終わりです。スマホが熱中症になる。そうなの。猫ちゃん暑そう。猫はね平気、一応冷房はついてるんですよ。私がねいっぱい喋ると暑くなる症が出ちゃうのね。チュール何本言うの。下の子はチュールあげないな。そう、いい体してるから。あんまりおやつは最近あげない。サイは猫。500いつか配信してきたサイの気持ちをどうぞ。急だ。なんだろう、気持ち。いつか、うーん、今日も頑張りました。後ろで鳥が。確かに寝てるね、いつの間にか。サヤの鼻かじる子いないの。いないの。ハッピーさんしかいないの。みんな顔があんまり舐めないな。ハッピーさんが異常に舐める。しーちゃんしか近くに来てくれない。みんな泣いちゃって寝ちゃってるの。うん、正解みんな。後ろにいる子はコットンちゃん。違う違う、つくしちゃんです。後ろに茶色い毛があるので、つくしでした。合ってたみんな。そう、今日さ、ちんちこちんが夕方にあるのかな。誰だろう今日。せんか、ハビさん匂いするから。顔洗ってるから匂いしないよ。そうよ、後ろはつくしちゃん。今日はかえにゃん。かえにゃんが出るの。かえにゃんと誰。どうしたっけ。そう、メールの子もつくしちゃんです。そうだよ、メールの子つくしちゃんだった。あ、ルナタンかわいい。かわいくてあげすぎると激太い。そうなんだよ、そうなの。今はみんなちょうどいい体型になってきた。なんか前まではねすごい太ってたんですよ、猫ちゃん。まああれかな、冬毛が今なくなったから痩せてるように見えるのかな。末永さんとカイネ、あ、チーム E さんだ。いいね。いいね。夏休みなのかな。本当に暑い。あとちょっとで配信終わりにします。いいね、カイニャンと末永さんか。どんなお話するんだろう。なんかまださ、あんまり公演もできてないし、お仕事してたのかな二人で。どんな話するんだろう。ルナタン
じゃあ今日お昼配信にしてよかった。かぶっちゃいそうだからな、夕方配信だと。かわいい、毛繕い中。そうそう、カイニャンもね、カイニャンが SK の中で一番猫を多く飼ってるメンバーかな。その次が私なんですけど、かわいいよ、かわいい。そう、電車好きですよね。あなたもかわいいよ。かわいい。寝た。止めた。一応いい面で一緒。そう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 。あ、かわいい。本当にかわいい。かわいい。そう、カイニャンはお家で17匹だっけ。かわいい。しーちゃん。え、本当に可愛いな、ルナちゃん。本当に美人さんだ。本当に可愛い。え？可愛い。ルナちゃん、本当に可愛いあんた。いい顔してるよ。目がない。可愛い。かわいいよ、本当に。いやー、かわいい。そうなの、名古屋にね、連れて行きたいんだけど、ハッピーたんと相性絶対悪いから連れて行けないんですよ。え、すごい、サーヤ、カヤニャ、ミオマルさんで計30匹のやつですごい多い。え、ミオマルさんは何匹飼ってらっしゃるんだろう。ねえ、なでなでしたくなる。してほしい、本当にね。毛がふっそうしたり気持ちいいの。猫派ね、多いよね。なんかでも意外な子が猫飼ってる人多い気がする。 SKE メンバー犬飼ってる人少なそうだな。5匹、あれ結構いる、知らんかった。猫生産で、確かに私猫カフェで働いてた時すごかったな。毎回ご飯は全員並べさせて食べさせてたの、一列か円になるように。めちゃめちゃ可愛い。その時がね、一番フォトスポット シャッターチャンスなの。みんな撮ってたな、懐かしい。可愛いにゃんこですね。ありがとうございます。手伸びてる。可愛いね。あ、待って、言うの忘れてる。無音のアバターさん、ハートたくさん。キリミちゃんもハートたくさん。50のアバターさん、可愛い。どこどこのアバターさん、お疲れ。メロンパンのアバターさん、ハート。パンダのアバターさん、お疲れ。ありがとうございます。そう、餌すぐなくなっちゃう。みんな今しか見えないから、ルナタン見て。かわいい。もうさ、一つ一つの行動が可愛くて仕方がない。ずっと見てられるな。いや、なんかさ、配信なら猫嫌いの方、猫嫌いの方いないか。嫌いってあれだね、苦手な方でも可愛いって思ってくれるかな。そうよ、もふもふなんだよ、ルナタン。他の子はメールで、確かに写真撮っておこう、今のうちに。待って、汗が止まらない。熱い、よし、そろそろ終わりにします。今何分ですか。もうそろそろ1時前くらいで
皆さんもお昼休憩とかが終わる頃かな。今59分、ぴったりだな星の時計。しーちゃんもう1時、ちょうどいいやん。じゃあ終わりにします。そう、今時計ないんだよここに。すごい乙女さんはね乙女さんはよいしょ、やだしーちゃん。そうしーちゃんと乙女ちゃんが相性悪くてすごいいじめられちゃうんですよ。もう怖い。しーちゃん乙女ちゃんが一番弱いからさ。かわいそう。ランキングを読みます。38位、メガネの男の子のアバターさん。1位、うるせえ鳥のアバターさん。2位、野々垣さんのアバターさん。3位、きりみちゃん。4位、シナモンくん。5位、メロンパンのアバターさん。今しーちゃんが爪研ぎしてた。6位、いずみさんのアバターさん。7位、リスのアバターさん。8位、岡田美久さんのアバターさん。9位、アフロのアバターさん。10位、里顔さんのアバターさん。11位、白いハムスターお化けのアバターさん。12位、女の子のアバターさん。13位、ここは見えないな、女の子のアバターさんかな。皆さんありがとうございました。最後に映る猫ちゃんはしーちゃんですね。しーちゃん、しーちゃん、よいしょ。なあさん、配信を見てくださりありがとうございました。メールを送ります。しーちゃん。しーちゃん、なあさんありがとうございました。バイバーイ。Heh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